今日もコーナーキックやフリーキックで、たくさんチャンスを作ってたんですけど、舘野選手個人としてのプレーを振り返っていただいてお願いします。はい、まあまず、まあ、負けてしまったっていう部分では、まあ、いいか悪いかって言われたら良くなかった、で、まあ、フリーキックもコーナーキックもありましたけど、まあ、もっと、もっと、まあ、これまで、取れてきた部分も多かったんですけど、やっぱりこういう試合で、同点になるアシストだったり、まあ、自分が直接決めるところもそうですけど、まあ、もっともっと精度を上げていかなきゃいけないなと思います。非常に悔しい敗戦になったと思うんですけども、今試合後にチームメイトと何か話をしたことがあるんですか？そうですね、まあまあ、もちろん本当に非常に痛い負けではあるんですけど、まあ、だからといってここで下向いてても仕方がないので、まあ、次大分戦アウェーになりますけど、まあ、去年は僕あの地で、スタンドで見ることしかできなかったですし、まあ、チームとしても非常に悔しい結果で終わっているので、まあ、そういう部分でも、まあ、あとは、連敗しないこと、まあ、そういういろんな要素ありますけど絶対、次勝ちたいなと思います。松江は、舘野選手の、まあ、フルスーというわけではないんですけども、戦ってみて、まあ、何度か熱で戦っていらっしゃると思いますけど、今日戦った印象というのはどうでしょうか？そうですね、まあ、サレノブ監督が僕在籍したときには選手で一緒にやってましたので、まあ、しっかりボールを握って大事にしながらサッカーするという部分では、まあ、ある程度想像はついてたんですけど、まあ、そうですね、まあ、それなりに、まあ、うちのスタッフが毎試合すごくいいスカウティングを入れてくれているので、まあ、想像通りというか、まあ、ある程度想像してた、まあ、想定してた通りではあったんですけど、まあ、やっぱりそうですね、まあ、各ポジションポジション勢いのいい選手だったり、まあ、その中でも周りが見えて落ち着いている選手だったり、まあ、そうですね、まあ、結果的に0対1って、まあ、僕たちも負けてしまっているので、まあ、相手の方が今日は上だったかなと思います。少しちらっとおっしゃっていただいたんですけど、次はもう大事な大分戦になります。画面の向こうのサポーターの方にメッセージをお願いします。はい、まあ、去年、本当にあの地で、みんな悔しい涙を流したんですけど、まあ、一つ6月、まあ、今日負けてしまいましたけど、6月の、まあ、大分、仙台で奈良とすごい、一戦一戦が本当に大事な試合になってくると思いますし、まあ、その勝敗に限っては全部勝つことができれば、まあ、もっともっと上に行けると思いますし、まあ、最悪なことを言えば全部負けてしまう可能性もゼロじゃないと思う。一試合一試合もちろん天皇杯挟んだりとかありますけど、僕たちは本当に目の前の試合にとにかく集中してしっかり、みんなでいい準備をしていきたいなと思います。